皆さんこんにちは、サルです。最近イルーシー300という300円ショップに行きました。そこで見つけたこのレジャーシートが良かったのでレビューします。それから後半はキャンドゥで買ったレインポンチョのレビューもしてみたいと思います。このシートですね、買った理由はまず色がいいこと、割と何て言うんですかね、オリーブグリーンに近いような、それからね、生地がしっかりしてて、これポリエステルなんですけど、触った感じ綿のようなザラザラした、風合いです。大きさが 85cm×71cm と、割と大きくてですね、ソロのキャンプでは、使いやすいなというシートかなと思います。はい、裏面はね、アルミのフィルムが装着してあるので防水ではないようなんですけど、地面に置いてもね、土汚れとかはつきにくいような加工が施されておりました。でこちらはキャンドゥで買ったレインポンチョ。はい、これ買った理由も色と、あと生地ですね。はい、今回はね、2つとも色と生地が気に入って買ったんですけど、100均のレインウェアにありがちな引っ張るとビヨーンと伸びるような、生地ではなくて、 PVA といってごく普通のレインウェアに使われる丈夫な生地ですね。でね、手触りがすごくサラサラなんですね。それが気に入った感じです。よく見ると女性用フリーサイズと書いてるんですけど、実際に着てみたんですけどね、ポンチョなので上からパッと被るものなので、そんなにね、男性は難しいとかいう雰囲気でもなかったです。このようにね、割と大きいんですね。はい、ですのでこれから庭の表の方に行って実際に着てみようと思います。もうこんな風に上からバサッとかぶって、で袖を通すようなボタンがついてますので、袖を通せば、男性、私ね、身長が180あって体大柄なんですけど、ポンチョなのでね、だから着れないという感じは全然なかったです。はい、キャンプ場に着いたら雨が降ってるとか、テント泊でね、翌朝起きたら雨が降ってるとか、あると思うんですけど、これからの季節は特に寒くなりますので、こういうポンチョがね、一ついつでもキャンプ道具と一緒に入れとけばパッと着れるのでいいんではないかなと思って購入してみました。はい、袖を通すところはね、こんな風なボタンあらかじめついてますので、付け外しもできるようになってます。はい、でこういうのね、一度出すと畳むのがすごく面倒だったり、畳んでも元の袋に入りにくかったりするケースってあると思うんですけど、実際にはね、これはそんなことなかったです。今の芝生の上でね、やってるんですけど、生地がね、サラサラなものですから、芝生がくっつくようなこともなくてですね、とっても扱いやすいです。で、もともと入ってた袋にこんな風に入れてみるんですけど、そんなに気を使わなくても、良い感じで、折り目に沿って元の通りに畳んでみても、袋には余裕を持って入れることができました。はい、入り口のところがね、ちょうどぴったりの大きさではあったんですけど、畳み方によってね、余裕を持ってしまえそうな感じでした。で、このレジャーシートについては、はい、こんな風にね、割と硬いんですね。硬い、丈夫な生地です。なので、そんなにね、数回の使い捨てっていう感じでもないので、いいんではないかなと。はい。で、アルミの装着膜、シート、フィルムが貼ってますのでね、汚れもつきにくいだろうと思いますし、はい。何よりもね、手触りがいいです。すごくザラザラした感じ。はい、私が座ってもね、こんな風に、十分余裕がある感じですね。ですからソロキャンプの時の地面に敷くシートとしてはね、全然これでいいと思いますし、アルミフィルムも貼ってるので薪を運んだりするのにも便利だと思います。で、畳んだ時のこういうゴムベルトもついてますので、コンパクトにまとまりますしね。はい、とてもいいんではないかなと思います。色と生地で選んだものですけど、よかったら、参考にしてください。今回もご視聴ありがとうございました。